私はその中でとにかく思いを伝えたんですよ。ノウハウそんなに強くないです。だから私はあなたを助けたい。私はこうやってやってきたよ。私の経験だけですよ。持ってるのは。どれだけつらかったか分かるからね。それをこうしたらよくなるよ。こうしたらよくなるよっていうのを300動画、その後もずっと撮り続けたんですね。じゃあどのぐらいこれ続けろっていうかを1個ヒントというか目安をお伝えするんですけど、皆さん成長曲線って知ってるかしら成果が出る。 時間で3か月長げえなって一生思った方いると思うんでまずは一番最初の目安ワンツースリーがありますじゃん。一6週間とりあえず続けろこれで習慣になります習慣で3か月ここで初めて成果が出るんですよでもし成果が出ないんだったらやり方悪いんで変えてください。で3つ目1年間やったら これ事実で私は今の、まあ、占いセールスっていうのを、まあ、動画の集客であったりとか、えー、とコンサルティングっていう形で教えさせてもらってるんですけどもみんなにとにかくやってもらいたいのは誰かに何かを伝えたいとか何か目標を達成したいと思った時にはとにかくその思いを伝えなきゃだめ発信しなきゃ誰も分かんないんですね。あなたの気持ちとか全部 出してお伝えすると3か月後にもしかしたら本当に人生が変わるようなことがあるかもしれませんこれが成功の最も地味だけど近道な方法です。